120% リーダーの武藤派院長アミカです。今日は最後までもっともっと一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。せーの、アミカ。ありがとうございます。次はモモハ。はい、おとぎのゆるキャラモモハです。モモハ、ありがとうございます。今日も笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、モモハ。次はリカちゃん。はい、年中無休の自由人リカちゃんことリカです。よろしくお願いします。せーの、リカちゃん。ありがとうございます。次はアニ。はい、いつも前向き落ち担当アニです。よろしくお願いします。せーの、アニ。ありがとうございます。我らよー乙女たち銀河団です。よろしくお願いします。理想と現実ボリューム25にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで私たちからお知らせがあります。私たちお友達を銀河団は今月の11月22日に2周年ライブを行います。イエーイ。ついに来週ですね。来週、早い、早いよ。はい、場所はこの上にあるゴールデンピックスレッドステージです。時間は6時半スタートとなっています。100人のファンの方と一緒に楽しみたいと思っているので、皆さんお願いなので、ここにいる皆さんは絶対来てください。後悔させませんので、私たち気合入っているので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてそして私たちおとぎはですね、12月22日にミニアルバムを発売します。ミニアルバムの予約が、始まりますので、ぜひ皆さん予約してください。お願いします。なんだって。
そして11月22日2周年ライブがあるんですけど、その前に新潟アイドルパーティーボリューム1 in BSN に出演させていただきます。イエーイ。そしてこちらは DM で予約を受け付けているので、皆さんぜひ予約して遊びに来てください。そして次の日11月23日におとぎん2周年をおとぎんと一緒にワッチャオフ会が行われます。イエーイ。こちらの予約がなんと今日の物販までとなっているので、皆さんぜひ予約してください。よろしくお願いします。イエーイ。そうイエーイ、お願いします。はい、あ、以上ですか。はい、以上です。今日、そうですよ、大事なことに触れてないですよ。そうだよ。私たち、これ、あの、この衣装、なんていうの、何だろう、新衣装ですか。違います。これは、あの、なんだろう、今の軍服みたいな感じになる前の衣装。はい、そうです、前の衣装。絶対知ってるでしょ、みんな。初めて見た人。私も初めて来た。この衣装ね、着るのがすごく大変なんですよ。はい、帯したり。俺も。ね、そう、久しぶりに来たんだけど、もうすでに暑い。暑いね。暑いね。汗が止まらない。脱がないで。あ、脱がないで。脱がないで。おお、私ですか。あみ、脱がないでね。大丈夫大丈夫、脱がないから大丈夫。絶対脱ぐなよ。大丈夫大丈夫、多分。神様で脱ぎ始めた。神様でちょっと衣装を回してみる。そんな感じでね、今日はこの衣装で気合い入れて頑張っていきたいと思いますので、皆様盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲聴いてください。
食ってなんだよ。私はシャンパンでもお前ら誰の準備はできてんのか。ラストの日に盛り上げてきた。せーの、アイ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 。いつもいつも何かあったら絶対神様を願い、神様が最初でも来ないタイプだけど、じゃなくてもいつも願い、でも以上、我ら、よー、乙女座超銀河団でした。